おはようございます。釣り子 TV です。おはようございます。コモチャンネルのコモリボードです。コンクルージョン。もうね、今日は小森さんの家にこう、はい、ずっと居続けてですね、はい、もう、5本撮り、6本撮り、8本撮りぐらいしようかなっていう、こういうコンセプトでやってるんですけども、はい、あの小森さんに聞きたいものをいろいろ考えてきたんですけども、はい、いよいよ発売開始になったあのフック、はいはいはい、あれガツッと教えてもらいたいんですけど。かしこまりました。これですね、はい、あ、そう、それ、はい、それ買いました、買いました。発売になってるのこの3つですね。はい、これブランドっていうかメーカーはエンジン。エンジンか。エンジン、このエンジンですね。はい。エンジンから出てます。で、フックはもうスーペリオっていうシリーズですね。はい。スーペリオ、まあ最高のっていう意味ですね。史上最高の針を作ろうということで、そのコンセプトのもとで作りました。で、まあそれぞれあって、まあ、マス針、これ、ガードなしマス針、M2、ガードなしマス針、これは M1、それから、ライトリーグオフセット、略して L オフクっていう感じで、まあこういうのが発売されてるんですけど、まあ、あのフックについてちょっとまあ話すと、はい、まあ、なんでエンジンでフックをやってるか、それがそこまでちょっと話しますね。あのね、針ってね、実は僕すごいこだわりがあって、その、まあ、竿ももちろんこだわってるし、糸もこだわってるし、ルアーもこだわってるんですけど、針ってやっぱりすごく大事なんですよ。刺さり形、抜けにくさ、そういったものはその時と場合によってすごく違うから、いろんな針を買ってみて、いろんなロケーションで試していって、こういう釣りにはこれがいい、こういう釣りにはこれがいい、だいたいこれでいいだろうみたいな、そんなのをまあだいたい作って、自分の中で頭で決めていってるんですけど、まあ、その中でどうしてもその一社で決められないところがあったんですよね。 D 社の針だけでは僕は多分全部の釣りが自分でできない、 D 社の針だけでも全部できないっていう、そういうまあ感じだったから、針はまあどこというのを絞らずにいろんなメーカーの針を今まで使ってきたんです。でも、もし全部自分で監修できるとしたら、まあそれはできるだろうなと思ってたんですよ。例えばある会社でもうマス針からオフセットから何から何まで全部自分が使いやすいで作っていいよって言われたら、まあそんなことないだろうと思ってます。プロ人生を過ごしてきて、でその中で細かいアイデアがあって、この針いいな、この針いいなってアイデアを貯めてきたんだけど、まあそのまま使わないまんま、いたんですけども、エンジンさんが突然針をやりたいと。で、僕のそういう心の内を知ってか知らずか、やりましょうっていうことで言ってくれて、で、まあスタートしました。まあ、ちょっとこれあんまり見せられないものも入ってるんで全部見せられないんですけど、はい、まあまあ、僕針をずっとね、これちょっと綺麗にしたバージョンなんですけど、はい、まあ幼少の頃から使ってきた針をこうやって、ね、標本にして、ね、取ってあるんですよ。マジっすか、はい、これで、これどこで使うかとかそういうのも全部イメージして、こういうのをまあやって、やって針の標本ですね。昆虫標本みたいな感じですね。まあ、これはすごい、はい、これはでもね、針にするためにこの針を作る上で話しするためにちょっとまとめ直したものですよ。はい、こういうふうにまあ取ってある、糸も取ってあるんですよ、全部、これぐらい切って。やばいですね、小森さん。でもね、糸はね、取ってあるけど、はい、触り具合とか触ってるとやっぱ経年劣化していきますから。そうですね、クリックリになったり、はい、あるいは形状ぐらい分かればいいかなって、こうやってちょっと取っていってるんですけど、まあ、こういうのをずっと取っていってて、自分が使った針を取ってて、はい、まあ、こんな中からこういうことしたいな、ああいうことしたいなっていうのはずっとあったんですよね。それを、まあ、形にできるんだったらやらせてくださいって言ったら、まあ、向こうも先方さんもすごく喜んでくれて、はい、一緒にぜひやろうってことになりまして、はい、で、まあ、エンジンで、服をやることになりまして、でスーペリオ服っていうシリーズで始まりました。で、まあ、ちょっと既存のものだけ、既存というか発売されてるものをちょっと簡単に説明していくと、はいはい、最初に出たのはこのね、スモール用マス針。はい、これ買いました。はい、これはね、スモール用のマス針って出てるメーカーがいくつかあって出てるんですけども、やっぱかかりを重視するためにどうしてもオープン気味に、オープンっていうのは、なんか絵に描くとね、絵がやっぱ下手で分かるじゃないですか。いやいやいや、そんなことないです。針があって、針がまあ眠ってるか、ここでこっちに向いてるか、はい、まあ、こっちに向いてるのは基本オープンって言いましょう。はい、
ね、こっち眠り、はい、まあ、こういう方向性があるじゃないですか、はい、オープンになっているものが多いんですよ、はい、まあ、係を重視するためにはオープンにしていくんですけど、はい、オープンにするがゆえに係はいいんだけど外れもよく外れるんですよね。外れちゃうんです。外れちゃうんです。それで、まあ、そういうところをどうやって改善したらいいかってずっと僕の中にあったのが、針自体の向きじゃなしにこれがオープンになってても、オープンじゃなくて平行になってても、はい、針をこっちに向けてやったら自然的に糸がこっちに引っ張られるから眠る方向になるじゃないですか、はい、でも針の形状は、まあ、眠りじゃなしのオープンに近いですよね、はい、こういう風にできないかなと思ってたんですよね。でシャンクの太さもこうあの 軸も、はい、とにかく細いもの、はい、これちょっと何ミリっていう数字がちょっとデータにあるんですけど、はい、まあ、数字はちょっと置いといて、はい、まあ、とりあえず細いものでこの細さもやっぱ折れてしまうような細さではダメなんで折れない、線形というか折れないギリギリの細さでなおかつ、はい、パキッと折れるような焼き抜きついものじゃなし、はい、曲がるような差し出るような、はい、ペンチでギュッていったら曲がるような柔らかさでありながらで曲がってしまうっていうのは針の曲がってしまうっていうのは針がこうあって、はい、下がらなかったりこっち側に負荷がかかるから曲がりやすくなるわけだから、はい、しっかりとここでホールドしてれば曲がらないだろうと思ったんで、はい、まあ、それをコンセプトに形を絵で描いて最初は鉛筆で描いてで違う針今既存の針並べてここが違うここが違うって一個一個指示していってその誤差を分かってもらってどうしても僕が鉛筆で描くとこういう絵になっちゃうんで分かりづらいですから、はい、それでまあ作った針ですけど、はい、スモール用マスカリこの針の特徴はね、まあ、刺さりやすいこれもちろんなんですけど外しにくいこんなちっこい針で刺さりいいくせに、はい、刺さったらペンチじゃなきゃ外れないんですよ。綺麗にカツンってロックします。これびっくりするロックします、はい、使ってもらったら分かるんですけど、はい、綺麗に口の中だろうかどこだろうか刺さってから外すのがすごい大変です。だから手に刺さったら取れないんですごい怖いですよ。怖いです、ね、はい、まあ、そういう形状ですね、はい、で当然、まあ、コートもかかってて、はい、まあ、コートがかかるがゆえに今までの針の形状だとコートかけてしまうと刺さりやすくなるけど抜けもやすくなるじゃないですか、はいはい、それも考えて、まあ、返しの大きさとかそういったのも工夫していったっていう針ですね、はい、スモール用パスバリ、はい、でスモール用パスバリを作る上でもう一つ考えたのが針の重さ、はい、針がどうしても重たいとちっちゃいワーム使うんでね、はい、ダウンショットやってるとビュンと投げて進化に引っ張られてワームが沈んじゃうんですよね、はい、沈んで針で動かした瞬間がビュッて浮いちゃうじゃないですか、うん、これがあるとやっぱ見切られるんですよね、見切ればこのままってこのままシェイクしたり、はい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 、そのためには針を軽くした方がいいです。軽い方がいいんですね。とにかく針はとにかく軽い方がいいです。軽い方がいい、はい、それは場合にもよりますよ、うん、しっかりフッキングさせるにはそれなりの線形が必要になってくるから、はい、カバー打ちで軽い針を使うことがいいとは言わないんですけどスモールとかライトリグやるときは針は軽い方がワームがダイレクトに動かせるん でシンカーで調節できるんで、はい、その方がいいと思います、はい、針の重さに引っ張られてワームが動いてしまうよりは全然いいですと、まあ、そうやって作った、最初に発売されたのが M1、はい、でスモールマウス用マスカリ、まあ、もちろんスモールマウス以外でも冬の、まあ、リザーバーとかのディップとかでは使えますし、まあ、こういう針ですね、はい、これ番手がね4234だけなんですけど、はい、4が一番ちっちゃくて2が一番大きいで10本入りで発売してます。この値段で10本入りで、はい、フッ素加工をしててとコストパフォーマンスがめちゃくちゃ高いなと思って。そうですね、まあ量の問題もありますから数もいっぱい作ってるし、はい、そうやって、まあ、とりあえず使ってもらうためには高く売るよりも安く売りたいっていうのが僕らにもあって、高いから買わないって敬遠されちゃったらどんだけいいもの出してもまずユーザーのさんの手元に届かないじゃないですか、はい、それではいいものかどうかもわからないじゃないですか、はい、だからやっぱり値段は買いやすい値段にしましょうっていうことで全員一致で、これは開発スタッフ全員一致でそれを真っ先に考えてくれました。もちろんいっぱい売りたいっていう気持ちもあってのことなんだけど、はい、だけどもう使う人たちが値段が高いから買わないっていうのはやっぱり一番かわいそうだなってことになったんで、はいはい、マスバリーズ、はい、スモール用マスバリーですね、はい、で次に発売されたのがライトリグ用オフセット、はい、あ、これ全サイズ買いました。はい、 LO フックですね、はい、これはねパッと見ライトリグ用オフセットまあ比較的どこにでもあるような形に今見えるんですけど、はい、こいつはもう秘密だらけ。じゃあ全部教えてください。秘密全部、はい、言える範囲のところで、ライトリグで僕今までずっとレッグアームのダウンショットをやっていて、はい、まあ一番気になってたことを言いましょう。一番気になってたことは
こうレッグアームのダウンショットを投げてて、まあ、こっちから投げたとしましょう、はい、イトピエーターで、はい、レッグアームありますよね、はい、愛があるじゃないですか、はい、こう結び目が曲がっちゃってこっちに針がある状態、こっちにレッグアームがある状態、はい、でシンカーがここにある状態、はい、こっちから投げてるんですよ、はい、この状態になっちゃったことよくありません？あります。この状態って最悪なのはまず着底直後のバイトを取りにくい、そしてフッキングしにくい、ああはいですよね、はい、それから糸が寄れる、うーん、ねえ、まあ、これがすっごい嫌で、もう釣りをしながらたまにこうまっすぐに直してから投げてっていうのをやってたけど、すごいこれ防げるんじゃないかなってずっと思ってたんですよ、はい、で防ぎ方としてはこの缶の部分、はい、こう輪にあるじゃないですか、はい、まあ、缶の部分ってこれ絶対こうくっつけるとこあるから最後はこうやってるんですけど、はい、まあ、こうなってるんですけど、ここに溝を作るとかいろんなこと考えたんですよ、はい、前から見た時にこういう形にしたら、はい、そしたらここに糸が止まるじゃないですか、はい、あるいは上から見た時ティアドロップ型、ああはい、止まるかなって、ティアドロップは何度か作ってみました自分でも、はい、針金とかでね、はい、ティアドロップ型とか、はい、多分考えられることはほとんど考えました、はい、だからこれあの似たようなこと考えようとすると多分難しいと思いますよ。でティアドロップは結びがここ来ちゃいます案外本末転倒です、ね、案外そうなんですね、はい、いや俺ティアドロップいいんじゃないかなって今一票入れたんですけど、はい、早速、はい、ティアドロップだったら細長くこういう風にした方がいいです。でここでロックしたい。でもそうすると切れますと。そうですね、はい、自動針すどめを緩くしたような感じ で、はい、でこの状態で作るのは物理上不可能なんですよ、はい、あ針金をそういう、はい、一箇所だけ細いところが、うん、そこがちゃんと愛のここに来るようにセットすると無理で、場合によってはここが細くなっちゃったりするわけですそうですね、だから無理なんで、じゃあできるのはやっぱ針を作った時にここに溝を入れるか、針を作る過程でここに溝ができるようにするか、はいはいはい、ただこれは僕がどうやって作るかっていうのは分からないです。これはね、作ってくれるメーカーさん、今日針工場さんと僕はやりたいことを全部伝えたんですよ、はい、でそれがそんなに超過に影響出るのかどうかっていうことは向こうは何とも思ってないわけですよ、はい、それはあの釣り人です、釣りはされると思うんですけども、はい、メーカーさんなんでね、ほぼ釣りよりも針作りのことの方が大事だから、こんなのできないよ、やる必要あんのか、そこまでしてこれがそこまで重要かって、今まで普通の缶で売っててみんな魚釣ってるじゃないかって、うん、はい、でも僕はこれはプロとしてずっとこれは実はこれその回るのが気になったって、もう15年ぐらい前からなんですね。そこからずっと僕もこのアイデアをなんとかできないかなと思って、まあ、実際針メーカーさんに持ち込んだこともあります。自分できないかと思ってそういう加工してくれるメーカーに持ち込んだこともあるし、実際自分で針金で作ってみてそういうテストも何回もしてきました。でもやっぱりうまくできなくてちょっとお蔵入りしてて、もう多分この針は生きてるしできないなって、これだけは墓場に持って入るアイデアだなと思ってたんですよ。だけどその今回針をやるところ、はい、あのこれ僕目玉にしたかったんで、できるんだったら、はい、できると、ひょっとしたらできる、だけどもうやり方とか作り方はもう言わないとやれることがあるかもしれないから任せてくれ、はい、って言って、これ喋っちゃうと針の作り方から根本から多分関わることだと思うんですが、その辺は多分企業秘密があるから他にも見せたくないと、はい、なんかできるかもしれない、はい、かなりだってかなり熱い方でしたよ。僕わざわざ、まあ、その針工場のいっぱいある工場現場で行って、はい、でお話を聞いて、はい、でそこで一回なくてもいいんじゃないかって話もして、はい、でいやでもやっぱり夕方、はい、真っ暗になるまで朝一から粘って、はいはい、そこまでそこにこだわるんだったらやれる方がないかもないわけではない、はい、コストはかかるかもしれないけど考えてみる、だから一回預けてくれ。でそこからね、向こうもすっごい試行錯誤されたと思うんですよ、はい、半年からいなくなかったんですよ、はい、半年後にプロトで上がってきたやつは完璧でした。へえ、ね、すっごい溝が入ってるんですよ。いや買いました買いました、はい、はい、で一つ懸念したのは、はい、溝のところに、はい、例えば溝が断面図が、はい、こう溝を掘ってあるわけじゃないですか、はい、機械で掘ると、はい、どうしてもエッジが立っちゃうんじゃないかと思ったんですよ。うーん、でラインを結んだ時ラインがここに当たって、はい、弱っちゃうんじゃないかっていうことが一番懸念したんですけど、はい、きれいにエッジのない溝が入ってるんですよ。実際にボンドまで試したけど切れないです、はいはいはい、そういう溝がこの
このオフセットのこのアイの部分に入って、はい、でこれによって発生することっていうのは、つまりしっかりとこうルアーをですね、こう糸がこうやって結べるんで、はいはい、怖いフックですね、はい、こちら、はい、重くのポイントがあったりしましょう。でこうやってワームがかかってますよね、はい、しっかりとこの溝に結べるんで、はい、針先に対してまっすぐこう糸が引っ張れるんです。これによってフッキング効率もものすごく良くなってます。でちょっとしたカバー、まあ、あのライトカバーの中で魚かけた時もまっすぐ合わせるから寝かからずに出てきますから、ね、もう針が横に行っちゃってて、はい、横にかかってこうやって外そうとされると魚暴れるじゃないですか、はい、魚が向こうに出たらまっすぐ針がかかるんですよ、はい、これはものすごい、僕は単純に糸が寄れなければいいや程度に思ったものものすごい副産物がいっぱい踏んでいて、使ってれば糸が寄れないところかいろんな使い方、例えば脳進化にゆっくり引きとかそういったのもものすごく効率的にできるようになりました。はい、すごい効率的にできるようになりましたね。これは正直すごいです。これは番手はちなみにこれはね結構番手がありますよ、はい、6、4、3、2、1です、はい、で、まあ、最も僕がよく使うのは3番、はい、これレッグアームのダウンショット、はい、まあ、その他カットテール 3.5 とか、はい、でカットテールの4には、2もしくは1を使います。レッグアームの 2.9 には今2がベストだと思ってます。これに合わせて作りました、はい、41g には1番かなっていう感じで、6番とかだと、まあ、それよりちっちゃいワーム、はい、イトレーターとか、はい、そういったのに4番、6番使ったり、はい、まあ、4番、6番あたりは、最近流行りの、まあ、虫、はい、虫につけて、まあ、提灯で使ったりするにも使えるかなと。その時もちゃんと針先が下になるんで、はい、あれの時も虫が横になったりすることってあるじゃないですか。うまく提灯できない。はい、提灯してきても、フックポイントが横になって食わないとか、あれも防ぐことができます。番手もこんだけあります。上の番手？上の番手は、ライトリグ用として作ってはダメだと思ったんで作ってます。また、もしやるとしたら別の。あ、もちろん作ってますよ。あ、本当ですか。はい。このライトリグ用のコンセプトの一つとしては、線形が細くしてるんですね。はい、あ、そうか。ライトリグ用のもうオフセットですね、はい、これは。スピニングないし、ベイトフィネスの柔らかい線で、フッキングさせてほしいから、はい、刺さりやすい細い線形を使ってるんですよ。はい、まあ、なので、硬いベイトの竿でやってしまうと、針が伸びてしまって、はい、割れる可能性もゼロではない。はい、なので、大きな番手はもっと針を太くしてカバーで打ったりするよう別に作ろうと思って、はい、これは一番の真似でやめました、はい、っていうことです、はい、で、まあ、他にはですね、そのやっぱコートがかかってる針なんで、さっきも言った通り抜けやすいっていうデメリットもある。なのでちょっと返しの大きさ、あるいはこのトップから返しまでの距離、はい、この辺はものすごくかかってます。これも 2,3 回テストしてやり直します。はい、はい、もう釣り針業界ではある黄金比っていうのがあるらしいんですが、はい、その黄金比にむこう打ち向かって行ってみたんですけど、うん、やっぱ黄金比すごいですね。あ、だったら返しの大きさをちょっと大きくしてみてみようとか、ほんとコンマ並みですけど、そこにまでこだわって作ってるんで、こいつはもう本当にこれこそコンクルージョン。コンクルージョン、ちょっと結論です。ああ、もうまた出た、はい、ここはまず針の結論が、針の結論はこれです、はい、いや亀山のほんと冬に早く使ってみたいんですよ。まだ、はい、まだ秋って感じなんで。そうですね、でも年中使えますよ。いや、もちろん、はい、もちろんそうなんですけど、真冬のってシビアじゃないですか、特に、はい、特に触れ、まあ、やすいですね、はい、うん、そこでもう小森さんに入れ食いの場所ちゃんと教えてもらって、はい、でそこでこのコンクルージョンな黒のネックアップをつけて、はい、この針でぜひ投げてみたいななんて思って、はい、はい、この針はなかなかです。ちなみに、はい、まだそんなにやり込んではいないと思いますけど、はい、今の秋の感触で小森さん、亀山の今年の冬どこら辺がどう、まあ結構台風とかによって全然様子が変わっちゃったんで、はい、みんな四苦八苦してると思うんですけど、ここら辺の針を持って、はい、小森さんだったら今どこに。今ですか。今はね、濁ってるんですよ、まだすっごい。で、こんだけ濁ってるとディープ魚落ちないです、はい、なので、まあ、今は釣れるのは1メーターから2メーターまでです、はい、でそこに普通に黒いレッグアーム投げて、はい、シェイクしてればポロポロ釣れるんですけど、そんないっぱいは釣れないですよ、はい、台風の後ですから、はい、だいぶ打ちのめされてますから、ね、はい、で釣れるのが、ベントしてる川がベントしてる、はい、この内側にあるシャローフラット、はいはい、外側じゃなくて内側にあるシャローフラットの1メーターから3メーターでダウンショットやってください、はい、窓か岬とか水揚げのインサイドとか、はい、白鳥島とかは、まあ、ポロポロとは釣れてますね、はい、あと頼朝島周りとか、そういったイメージ的に今言ったところが
正解ですね。でもうだから水中とかの様子も全然変わっちゃったんで、さすがにあの最初に紹介してもらったマス張りだと根掛かりとかスタック怖いんで、そこでこのオフセット仕様ので、もうその1匹のバイト逃せないんで、やっぱこのライト仕様のこの針早く使ってみたいなと思って、今まで以上にバイトが出たらもうかかってると思います。それは実際僕はもう痛感してます。そしてなんせバラさなくなりました。じゃあ、あとは釣れる場所だけ特定できてくれば、もう結構ここら辺の細かいところをしっかりとちゃんと調整していけば、より超過が上がっていくってことですね。はい、ネルワークぜひ。もう全然使ったんですよ。はい。あともう一つ。はい。M2 フック、これはガードなしのマス針です。はい。さっきのスモールのやつよりもちょっとシャンク太め、要はラージマウスに合わせて作ってるマス針です。はい。はい、で番手がですね、これはですね、10番から5番まで、はい、5番一番今ここにあるのは5番なんですけど、はい、ここの爪と同じぐらいのです、はい、もうちょっと大きいのないんですかって言われるんですが、もうちょっと大きい針はもうちょっと軸の太さ欲しくないです、はい、なので他でやってます。安心してください。履いてますか。はい、はい、安心してますっていうから履いてますよ。なんかはい安心して、いや、なんでもないなんでもないですすいません、話の流れ聞いた。なんでもないです。だいぶ古い話になってきました。なんでもないです。コンクルージョン。すいませんでしょ、本当申し訳ないです。はい、はい、これは5番まで、はい、はい、5番でだいたいカットテールの脇掛けの進化やるんだったら4番でもいいかな、4番じゃない、この人は6番だな、はい、6番でもいいかなって思います。5番だとそうですね、スリム山線香の脇掛けの進化、あとなしとかではちょうどいいかもしれないです。はいはい、一番小さいのが10番、はい、10番はもうスモールマウスにも使えるサイズかなと思ってます。で、あとはすごいバームがちっちゃくなった時とか、針を隠したい時とかに使ってもらえればいいかなと。で、この針の最大の特徴は、これ裏にも書いてますけど、剣がついてます。剣、はい、剣付き、はい、はい、まあ、剣付きの針って昔はよくいっぱいあったんですね、これ。はい、秘密とか誤解とかが落ちないように剣がついてるんですけど、追刺した時に、まあ、それと一緒でワームがずれないように剣がついてます、まあ、これによって、ワームを隠した縫い刺しみたいな形にしたい時、あるいは合い字引きに行きたい時とか、そういった時にしっかりとワームをホールドしてくれるんで、とっても便利ですね。まあ川口くんみたいなポークしか使えない、こういった時ポークをしっかりホールドしてくれるんで、まあ、そういった使い方ができるかなと思ってます。これもかなりのこれ、ノーシンカーの小森さんがブームにした、はい、ピッ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 ってこう、ノーシンカーと1、はい、2も最高ですよ。で、あれの時って、はい、ガードを切って結構強力なワイヤーガードで、はい、しっかりホールドしてたじゃないですか、はい、あれと変わんないぐらい、1匹目釣るまではこっちの方がホールドいいです、はい、ああ、はい、はい、あれゴムがずれちゃったりしたじゃないですか、はい、1匹目釣るまではこっちがいいです。でも何匹か釣ってやり取りしてると、やっぱ剣が触ってる穴が広がってきちゃうので、はい、それも一緒ですね。ああ、はい、じゃあそこら辺でちょっと早く、秋なんかいつも小森カップで、はい、小森さんあれで自分で大会開催して自分で優勝したりしてましたよね今年は分かんないですよ、濁ってるからまあまあまあ、そうです。でも春先また愛知引きとか使えると思いますし、はい、あと冬のそのバイトがどうしてもちっちゃい時とか、はい、そういった時もマス張りの出番があると思うんで、ぜひ使ってもらいたいなと思ってます、はい、この剣が意外と使い道あるんで、剣すごくちっちゃいんですよ、はい、もっと大きくしたらもっとワームはホールドできるんですけど、はい、なんでこの大きさかっていう理由があって、はい、一つは剣が邪魔で、糸にかかっちゃったりしないように、あ、はい、たまにあるじゃないですか、はい、剣に糸がかかってくちゃってなっちゃう、うん、それがならないようにと、もう一つは、これ以上、まあ、剣ってね、針の軸を、はい、この針のね、まあしっかりした作り方は僕も聞いてないですけどね、針の軸を、はい、着替えて作るんですよ、ピッピッと、はい、着替えて逆立ったところが剣になるんですよ、はい、だから傷つけるんですよ、ここに。うーん、だからあんまり剣がでかいってことは傷が大きくなるから折れやすくなっちゃうんですよ。あ、だから極小の剣になってますけど、はい、まあないよりあった方がいいっていう剣にしてます。それぐらいでとどめておいた方が多分使いやすいかなと思って、そうしてあります。だからもうこれも僕の中ではもう完全に剣付きマス針の結論かな、はい、コンクルージョン。コンクルージョン。オールスターで活躍した、はいはい、カ
カバー用、はい、まあ、つまり、はい、カバー猫用の服、はい、それは3月に、2020年3月にいよいよリリースされる予定です、はいはい、その後ですね、さっきお話したカバー用の針、要はこれより大きいオフセットですね、あ、欲しいです、はい、あとでもっと番手の大きい、バックサイドに使うようなオフセット、はい、その辺も出てくると思います。ひょっとしたらトリプルループとかも、僕じゃないあのプロスタッフが、はい、やってますんで、はい、それも、究極の針を目指して、はい、同じコンセプトでやってるんで、いい針が出てくると思います。今年の、はい、ずっと1年間トライアルしていた中で、はい、印象に残る、あ、これ作ってよかったなみたいな魚とかシーンってあったんですか？これでですか？はい。ほぼこれじゃないですか？だって。いや、もちろんそうなんですけど、はい、この針のこの性能があったから、キッカーの一匹はバッチリだったぜと、思い出の一匹みたいな。そうですね。1センチずつ振り返るとね、逆から振り返ってきますね。はい。ヒバラコはせっかくいい針作ったんですけど、バイトが遠かったですね。まあ。ネビ2ではこれで、ね、年間4位取ることができたんで、はい、この針はすごく、まあ、実証済みです。はい。で、まあ、あと振り返ってみると、北浦線かな、はい、北浦線はこの、これの、スペリフックの2番と3番で、レッグアーム、とカットテールの、ダウンショットで、かなりのキーパーを取ってますんで、これと、あと、ノーシンカーとかネコリグも使ってるんですけど、この、してます。で、まあ、旧吉野川は、ダウンショットだったんで、これですね。はい。はい、まあ、旧吉野川も初日2バイト、2日目3バイトで2本。で、1本そのバラしたのはカバーなんで、で、3日目はバイトがなかったんで、まあ、しょうがないですけど、バイトはほぼ、これで来たバイトほぼ取ってるかなと思ってます。で、まあ、あと、恩賀川。恩賀川はガード付きマスバリのポルトを使ったんですけども、まあ、それはちょっと今ここにまだないんで、それはちょっとまだ発売がかかるかなっていうところですね。あと、初戦の、7色で、IG 引きで使ったら、もちろん、この、針です。この針の6番を使って、ライフの 2.5、IG 引きで、一番でかいの、2番目にでかいのも釣りましたね。そんな思い出があります。いやー、ちょっと、やっぱり、最高峰のトーナメントで、はい、最高峰のテスト環境で、はい、できてる針なんで、本当早く、まだ出てないやつとかも使いたいなって、まあ釣り具屋さんで売ってたら大体針全サイズ買いするんで、はい、陳列されてるの見かけたら赤いやつまだ自分買えてないんで、はい、ゲットしようと思います。密かにね、はい、トーナメンター、はい、針メーカーある人もない人も、はい、密かに使ってくれてる方いるんで、同じエンジンチームの、市村周平君は、はいはいはい、この針で今年マスターズの年間チャンピオンになってますし、ね、そうです、はい、密かにプロトーナメントのシークレットで使ってるんで、これはそういう仕様の針だと、はい、シークレットやで、シークレットやでっていうか、もうでも売ってますからね、そうですね、しかも安くてみんなが使えちゃうっていいね、最高ですね、まあ、恨まれるとしたらブラックバスに恨まれるなって思ってますね、そういう針です、はい、いやじゃあ小森さん今回は、はい、もう小森さんのフィッシングショーの時からずっとお伺いしてた、はい、最強の針がいよいよ店頭に並び出したっていうことで、はい、お家に押しかけて取材させていただきました、はい、はい、まあ、いろいろ、まあ、アイテムを紹介させてもらったりとか好きなこと言わせてもらってるんですけど、まあ基本やっぱりこれからもこういうふうにいいものを作って楽しい釣りを、そして強いトーナメンターとして、まあ、頑張っていきたいと思ってますんで、まず小森作り子今後もこの釣り子さん見られてる方ぜひ応援よろしくお願いします、まあ、それからですね、また面白いネタ、それから聞いてみたいこととかあったら、これ釣り子さん見つけたらちょっと小森にこれ聞いてみてよとか、そういうのもぜひやってほしいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます、はい。